こんにちは。今日のニュースです。前回中国の核の傘に入りたい発言をご紹介しましたが、続いて重複ぶりを露呈したそうです。早速記事をご紹介します。ニュースの詳細。韓国の文政権がまた重複ぶりをあらわにした。北朝鮮を刺激するのを避けるためか、韓国軍が近く配備する高高度無人偵察機グローバルホークについて全て非公開にする方針を固めたというのだ。最新鋭ステルス戦闘機 F-35 の導入に続く得意な対応のようだ。非核化協議の停滞を受け、北朝鮮はクリスマスに合わせた大陸間弾道ミサイル ICBM 発射や核実験再開をちらつかせ、米国が猛反発している。米朝両国のチキンゲームで朝鮮半島情勢が緊迫化する中、文政権はまた一歩レッドチーム入りに近づいたのか。北朝鮮が何かを進行中なのであれば失望する、その場合は対処する事態を非常に注意深く見守っている。トランプ米大統領は16日ホワイトハウスで記者団に対しこう断言した。金正恩朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮は米朝協議の期限を一方的に年末まで特切り、米国の譲歩を迫っている。北西部トンチャンリのへそ衛星発射場で最近 ICBM 用のエンジン燃焼試験とみられる重大な実験を2回行うなど、軍事的挑発も繰り返している。トランプ氏のその場合は対処するという言葉にはジョンウン氏に対し世界最強の米軍の存在を示したと言えそうだ。これに対し北朝鮮の冬季刊誌労働新聞は17日付の社説で、米国主導の経済制裁に反発して敵対勢力の策動が日に日に強まっていると煽り立てた。朝鮮半島情勢がきな臭くなる中、韓国文政権の重複本性が透けて見えるようなニュースが飛び込んできた。韓国軍当局が米軍から4機導入予定の無人偵察機グローバルホークの配備について全て非公開にする方針を固めたというのだ。関連式典の報道用資料も出さず、米軍からの引き渡し日も明らかにしないという。朝鮮日報が17日報じた。グローバルホークは地上から無線通信及び衛星通信で操縦する無人偵察機。高度2万メートルの上空からレーダーやセンサーなどを駆使し、地上の大きさ30センチの物体を識別する能力がある。撃墜は困難を極める。航続距離は2万キロ、朝鮮半島全域を24時間カバーできる。北朝鮮のミサイル基地だけでなく、ジョンウン氏らの動向も監視することもできそうだ。前述の記事には監視・偵察との隠密性を考慮したという表向きの理由に加え、韓国軍内外の北朝鮮に対する停止勢に由来するもの、最新鋭ステルス戦闘機 F-35A 配備に続き偵察機配備でも北朝鮮の顔色を伺っているという批判も伝えている。韓国軍内には文政権の行き過ぎた台北融和要求政策への不満がくすぶっている。9日に韓国空軍が公開した PR 動画がその表れではないかとの見方がある。注目の動画、我々は大韓民国空軍は北朝鮮をイメージしたと思われる仮想敵国の ICBM を韓国空軍の F-35 の編隊が米軍と見られる他国軍と共同作戦を取りながらミサイル誘導弾で破壊するシーンが描かれていた。元韓国国防省北韓分析官で拓殖大学主任研究員のコヨンチョル氏は、軍人らの文政権への不平不満が PR 動画の公開に踏み切らせたと断言していいと言い続けた。グローバルホークや F-35 導入を非公開にした文政権は明らかに北朝鮮や中国を刺激することを恐れている。最新装備配備の式典にムン氏ら要人も来ず、軍の士気は下がるばかりだ。最近は陸軍などの解体が加速化しているが、それこそが重複・進駐のムン氏の狙いだろう。これ以上屈辱的な路線がエスカレートするなら現役軍人も黙ってはいない。正義感の強い少数軍人が立ち上がる可能性がまた高まったと語っている。記事は以上です。ムン大統領は中国と三府の誓いをしてますし、北と仲良く南北統一したいのに困りましたね。アメリカにはどっちにするのか選択を迫られている感じですが、そんなムン大統領にしびれを切らしてる韓国軍でした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。